ージプリキュアマグネット着せ替え買ってまいりました。いやー、なんかね、こういうのを遊んでからメインにあげる、そんなルーチンが最近私の中でできております。できれば綺麗に開けて、遊んだ後目にあげたい感じなんで、綺麗にいきますよ。グリンメン！おー、そんな感じに来るね。そんな感じ来るね。今回私が出たのはラブリーのめぐみちゃんが出ました。要するにこれが紙の台紙？ここに、まあ、マグネットがひっつくんですけど、これじゃん？本体じゃん？いわゆるラブリーじゃん？フラメンコじゃん？これなんだっけ？これごめん、思い出せん。まあ、こういう風になってて、全3種類って3人プラス絵柄だってことかと思ったら違うんだね。こんなラインナップになってます。ほんと、うわ、気づかなかった。そういう意味か、全3種類って。はい、全部切り抜きが終わりました。じゃあね、1個作ってみます。ここにね、プリチェンミラーが飛んでたり、もうちょっとセンス持たせてみたりね、ちょっと80年代演出してみた、みたいな感じで。で、ここも通ると、あ、生々しいね、これ。こういう感じになっちゃうんだ。じゃあ、これ取るじゃん？で、こうすると、あ、生々しいな、なんか。で、足の長さ変えられるよね。ほら、ちょっとこれだと、何？モデル体型？一気に大人になったぞ、これ。マジかよ。大人見てる。あ、ちょっとここまで来ると、ちょっと、気候種？まあ、ギリギリだよね。ギリ。ここはギリだよね。違和感ないギリ。気候種ギリだね。まあ、もう、小人化させると、こんな感じ。かわいい！これかわいくね？これかわいいな。ここ。一等身下げるとこんなかわいいんだね。ラブリー。こうすると、やっぱ生々しいな。だいぶ気候種っぽいね。で、一等身下げると、やべ、これかわいくね。やべえ、これ、そういう遊びができちゃうんだね。おっきなお友達狙い撃ちだな、これ。かわいい。やばい、これ超かわいくね。これもほら、こうすると、足がちょっとさ、イカ娘見たくなってるね。あ、イカ娘別に足増えてないから、ね。こんな感じ。いやー、遊べる。こういう遊び方じゃないですけどね、本来ね。着せ替えが楽しめるっていう。グッズですね。まあ、あとはこれメインにあげて遊んでもらいましょうかね。そんなわけで、ハピネスチャージプリキュア着せ替えマグネットより、ラブリー愛のめぐみちゃんが出ましたという動画でした。よかったらね、おっきなお友達さんもね、私ヨドバシカメラさんで370円の激安で買ったんで、行ってみてはいかがでしょう。バイバーイ！